アトク先生の館は山形県東田川郡三河町にある博物館である。正式名称は三河町文化交流館。映画送り人のロケ地となっている。三河町三本木の旧安倍徳三郎邸であり、建物は1928年に完成した近代和風建築のものとなっている。1999年にアトク先生の館として開館した。 設計は、皇室関係の建築も手がけた宮島佐一郎によるもの。床面積は約340平方メートル。柱や梁には松山産のヒノキが使用されている。東側にある庭園は、江戸時代元禄期に、占量を投じて各地から名木、地に石を集めて築造されたものである。名称である阿徳先生の館は、公募により決定したもので、 安倍と草郎が生前アトク先生と親しまれていたことに由来する。アトク先生の館を訪ねて、庄内庭園探訪。スプーンネット。2017年5月19日閲覧。三河町文化交流館。日本海キラキラウエツの旅。2017年5月19日閲覧。AB、三河町文化交流館。アトク先生の館ロケ地を巡って見どころ。 山形将来観光サイト、2017年5月19日閲覧。ABCD、阿徳先生の館。三河町公式サイト、2017年5月19日閲覧。AB、阿徳先生の館旅東北。東北観光ポータル。2017年5月19日閲覧。ありがとうございます。